ミステリー、こんばんは、おばちゃんです。ここ数日とお休みしてたのはグアムの方でちょっとバカンスという風に言いたいんだけど、セレそんなこと言えない。もう大変なことがちょっとね、もう身の前で起こりまして、主に家庭日常ってどうしても動画上げれなくてですってね。で、暑いしバイクの免許もやっと帰ってきたじゃない。でさ、一日中外で働いてて疲れて帰ってくるでしょ。もうね、一番の大問題、日常の生活でもアップしたんですけど、ガツンとみかんちっちゃくなっちゃったのよ。これ入れるために買ってんのよ。ガツンとみかんの癒しの効果は半端じゃないですよ。おばちゃんさ、それを期待して買ったのよ。なんでこんなちっちゃくなっちゃったの。衝撃を持ってよ。おばちゃんちょっともう混乱しちゃってね。あ、もうこの世は終わったんだと思って、ごめんなさい。もうこれが理由でちょっと動画、これが一番の理由です。動画上げれなかった理由が。どうしてこうなっちゃったの。いや、おばちゃんもショックを隠せないんだけど。あ、分かってますよ。兄さんも行きますよ。それで今日はね、オリンピック関係のニュースをやろうと思うんですけども、最終的に全て一つに繋がるという、とても不思議なニュースをちょっと今日はやっていきたいかなと。おばちゃん、また汗ばって。それでは、これは2つ。面白いのよ。卓球のさ、伊藤美誠選手がさ、女子シングルで韓国と戦ったでしょ。その時、韓国のマスコミがさ、妨害したって言われる、まあ、ライト攻撃。この攻撃がさ、ツイッターとかで話題になったんだけど、真っ先にさ、消されんのよ。あと、まあ、こういう関連のさ、まあ、動画、まあ、NHK の動画を、まあ、切り抜いてアップした人とか、あと、まあ、メディア関係の人でもアップした人いっぱいいるんだけど、NHK がね、著作権で片っ端からね、消してってんね。他の動画は一切消さないんだけど、この件だけ消すの、NHK が。で、Twitter もこの記事消すの。どうしてもう、メディア関係がね、こそってね、消しんとすんのよ。他の件でいろいろあったけど、なんでこの件だけみんな消しんとすんの。で、それがね、話題になりすぎて今、逆に Twitter 消せなくなったの。それはおかしいじゃん。それ逆に、みんなが言い出してさ、で、世界中もさ、消されてんのってさ、興味示し出した瞬間に、消さなくなったらおかしいじゃん。どういうことよ、これ。ちょっと。もうすでに、卓球ビデオライト事件って言われるようになっちゃったのよ。で、案の定聞いたので、写真を貼って解説しますって。もうね、昨日かその前ぐらいの記事はだんだん消されなくなった。なんで消すのって声が大きくなって。ますます怪しくなりますよ。そういうことすると。おばちゃんがね、昔働いてたところのね、課長がね、いきなり、なんか、服装がヤングになったの。それでさ、おばちゃんのさ、後輩のさ、ミコさんっていう女性がいるのね。もう、可愛らしいね、お姉ちゃんなんだけど、その子となんか目が合うとさ、お互いクスクスってするのよ。おばちゃんのさ、同じ同齢の、ミカサっていうさ、まあ、小じゅうたみたいなおばちゃん。そのおばちゃんがさ、ねえ、おばちゃん、あれって、なんか明らかにおかしいよねっておばちゃん言ってくんのね。いや、ミカサさ、いや、あまりちょっと、そういうのは拡散しない方がいいわよ、って言ったんだけど。でも、明らかにおかしいじゃんって。いや、まあ、おばちゃんもそれは感じて、わかってますよ。戻ってきますよ。でもね、これだけは最後に言わせてちょうだい。目と目とが、あーって瞬間、クスクスはバレるわよ。目と目があっただけで、クスクスはバレます。これおばちゃんちょっとね、言っときたい。それで、みんなもね、なんでビデオ消すの？ってね、もう疑惑に思ってる、NHK に対してね。あと、ツイッターもなんでこの記事消すのってね、めちゃくちゃなんか目を細めて、
なんかこの記事だけなんか特別なことあるんですねってね、みんな思ってんのよ。で、この件ね、1、コートは明るく照明され、マスコミ席は暗くなっています。この大きさのビデオカメラだと、ビデオライトだと、被写体は明るくなりません。しかし、斜め後方からの光は、キラーライトとして、球体の、輪郭を見えやすくします。っていう風にね、言ってんのよ。それで、世間納得すると思ってるのかしら。これ、オカドはテレビで流れないし、あとね、NHK めっちゃ消しにかかってんのよ。NHK さ、どうしてですか？それで、横断幕の件でさ、IOC からイエローカード出たじゃん。ちょっと政治色を出しちゃダメだって。これね、IOC ね、間違ってんのよ。一発退場にしないと。で、新しい横断幕がね、この虎の、このね、形がね、なんか韓国の、なんかジャーナリストが前に虎を、なんか朝鮮半島に見立てた、こういう絵を描いたんだって。で、その虎の下の方に竹島、だから言ったじゃない。一発退場にしといた方が、あよし何やってんのよ。ねえ。イエローカード聞いてないじゃん。一発大事だとおばちゃん言ったじゃない。ねえ。そしてね、フジテレビもやらかしちゃったのよ。前にさ、マッチャプチューマッチとか、日本の雑誌でこんなこと出しちゃうのなんてもう、テーハなんだけど。うん、テーハ味覚糖ですよ。でね、フジテレビが東京五輪フェンシング男子団体が金メダルを取った際の画像に韓国選手を紛れ込ませる。まあこれが、どうしてなんで紛れてんのってね、みんな不思議があったのよ。うん。で、すごいのよ。サッカーなんか、日韓戦だって韓日戦って言ってんのよ。あと、後ろのマーク、韓国旗を蒸したような、テーハ味覚糖でよろしくお願いします。テーハですよ、これ。それでね、共産党のさ、テーハさ、オリンピックめっちゃ反対してんだよ。でさ、毎日新聞大々的に、なんかそれをね、アップしてんだよ。で、こんなこと、菅総理言ってますけど、本当に大丈夫なんですかって。トヨタさん見てますか？トヨタさん、毎日新聞またやってますよ。トヨタさん、もう一回ちゃんと見てもらえますか？またやってますよ。あ、そういえばね、この間ね、視聴者さんで、ちょっと東京市議クラブに、ちょっとこう、批判的な方から、ツイッターのことでね、ある、なんか意見をいただいたのよ。お前のはニュースじゃなくて、なんていうの、そういうのを、なんか密告してるみたいなもんだぞって、なんか怒られたのよ。何言ってんのよ。おばちゃんのは、なんていうの、そういう密告とか、そんな次元の高いもんじゃないのよ。作りまいよ。職場で嫌われるタイプですよ。そんなね、意識高いもんじゃない。ただの作りまいよ。そこら辺誤解しないでちょうだい。しかもね、なんか有本姉さんも言ってるんだけど、無観客なの特急の混合ダブルス決勝に、謎の中国応援だ。なんでいんのよ。なんでいんのよ。で、これ後で、ごめんなさいね。おかしなことがありすぎて、ちょっとね、バグってるおばちゃんの頭の中で。混合ダブルス決勝、日本の水谷、純選手と、あと、伊藤大魔神組の中国の巨金選手と、あと、中新聞というのかなさんの組の対戦に、謎の中国応援団が現れた。で、中国の大きな国旗を持った20人ほどの集団が観客席の一角を陣取った。で、試合前から声援を送ってて、で、点数上がるたびに大声援をね、わーってやったらしいのよ。で、無観客で実施されてるはずの会場のため、この光景がね、あれなんでやねんってみんな思ったんだって。で、この集団は、なんかチャイナと書かれた服を着ているため、他の競技を含めた中国選手団の関係者と見られるという話もあるし、なんか、記者室を出入りしていた人間も混ざっていたんだって。
で、実際のところ、今になっても、この人たちの全容がよくわかってないのよ。うん。青井吉のオリンピック委員会何やってるんでしょうか。無駄に金使ってるだけじゃなくて、こういうこともちょっといろいろやりなさいよ。うん。トヨタさん聞いてますか。またあっちから今、おばちゃん、現れましたよ。トヨタさん聞いてますか。どうしてこんなことが起こったんだってね、組織委員にね、なんか問い合わせが殺到したらしいね。そしたらね、組織委員がね、中国勢の応援団はすべて、大会に参加する資格を持った中国の関係者で、国旗についても特に規定に違反するものやサイズではなかったというとか、あのね、答えてんだけど、それを聞いてんじゃねえんだよ。なんでいいんだって、それを聞いてんだよ。世界中の他の国もね、観客席になんか陣取ることできなかった。なんで、しかも3分の1を占めて、日本なのに、日本のペアがアウェー状態に陥ってる。これはどうしてこんなことになったんだって聞いてんだよ。何違反するものやサイトとかそんなの聞いてねえんだよ。で、弁当廃棄するしよ。なんだよ、この組織っていらないじゃないの。ただでさえお金ジャブジャブ使いまくってるのに。え、そのお弁当って税金じゃないの。それも、ジャブるんですか。それと、五輪のさ、反対デモとかも、すごく問題になったでしょ。ちょっと YouTube 厳しいんでね、中華派、そういう風に、まあ、名前を変えようかしら。うん。五輪警備妨害疑いで家宅捜索、中華派拠点、警視庁、午前9時頃から、捜査員や機動隊員、100人って、全身者の建物内に入った。23日夜、東京都新宿区の国立競技場近くで、中華派活動ら約70人が抗議活動、やっぱり、中華派だったのね。で、山本容疑者が機動隊員の右手首を掴んだとして、現行犯逮捕。で、家宅捜索ったと。え、なんでみんなこんなに連動して、オリンピック、なんていうの、邪魔したり、特にあと、日本選手のところの SNS にね、数々の誹謗中傷のね、コメント書き込まれてんだって。卓球の水谷選手は、自ら、強い人だからこういう風になってんですよってアップしたんだけども、もう YouTube 厳しくて、これアップできない。うん、そのままね、アップできない。もうひんどいこと書いてあんのよ。え、どうしてって思うんだけども。でね、その答えがね、エポックタイムズに書いてあるのよ。東京五輪で数々の好成績を残す日本選手だ。しかし、言われのない誹謗中傷が SNS に書き込まれ、アスリートたちの心を傷つけている。女子個人総合決勝で村上茉愛24は日本勢最高位の5位につけた。笑顔だった村上は SNS での中傷について記者団に聞かれるとすごく残念。悲しいと取りし、大粒の涙を流した。これらの表現には不自然な日本語や英語、中国本土の簡体字を使用した中国語アカウントから多いことが確認できる。中国 SNS、Weibo には日本選手の勝利を受け入れがたいとするクレームが溢れている。中国ユーザーの負の感情の背景には中国メディアや政府系 SNS アカウント、暗躍する世論工作員の存在がある。これらの印象を受けて、中国ネットユーザーは東京五輪では日本偏重のジャッジが行われたと思い込んでいるようだ。SNS Weibo には中国体操チームが受けた不公平が上位検索ワードになった。中国共産党の青年組織、共産主義青年団の安吉祥委員会は Weibo のアカウントで日本と中国選手が対決する競技の加工動画を上げて、みんなここ重要よ。加工してんね。それを拡散して、日本選手明らかに違反した。見て、ムーブルしていいのかなどと書き込んだ。
今夜のコメントの多くは中国政府に雇われたオンライン言論を誘導するゴム党などによるものと報道もあるそうです。もう元になってるやつも加工されてんのよ。で、元の動画ってさ、今報道規制されてるから見れないのよ。で、怒った人たちがそのウェイボーっていう SNS のなんか、まあ、書き込みにみんなぶち切れて、で、なおかつ、ゴム党が、あ、稼ぎ時じゃっていうことで今書き込んでるんですよ。で、それに、なんか、誘発されて、左派の方たちも書き込んで、で、今、左派の人たち、警察がさ、その、書き込みを、もうあかんで、捕まえるでって、はっきり宣言したんだよ。で、水谷選手も、ちゃんとこの、書き込みをスクショしてんのよ。で、警察に提出して、左派がビビって今消しまくってる。いや、皆さん、これが左派です。これがね、なんていうの ?SNS だから大丈夫だろうって散々やってて、なんていうのこれは正しいとかって言ってるけど、消すんでしょ、それ違法だから、捕まる可能性があるからっていうことでしょ、正しい行動じゃないのかしら。おばちゃんそれすごく感じるんだけど。トヨタさん、あ、トヨタ関係ないですか。いや、でもトヨタさんって言いたくなっちゃうわよ。なんだろう。スポーツの祭典って知ってます？ちょっとさ、わからない人は参加してほしくないんだけど、そう思ってる人多いと思うわよ。それでね、今回、一番重要なことがあるんですよ。確かに、動きはね、韓国も中国についてってる感じはするんだけど、韓国独自でもやってると思う。これは、みんなそう思うでしょ。いやもう、オリンピックってなんだろうね。ただ最後に言ってきます。トヨタさん、見てください。こんなことみんなやってるんですよ。トヨタさん。世界は最初から分かってた。答えを聞かなくてもやっぱり感がパネですよねの声が世界中で漏れ出す簡単な答えでした。なんでみんなから嫌われてるのか。銃を素手で触れる小6の大塚くんと被った出来事でした。 Amazon EU 制裁金971億円あらららら。ら一分データ保護違反で最大。アメリカインターネット通販大手アマゾンコムは30日付で開示した決算資料で個人情報の管理を厳しく規制する欧州連合 EU の一般データ保護規制 GDPR に違反したとして制裁金7億4600万ユーロ、約971億円を課す決定を受けたことを明らかにした。アメリカメディアによると、GDPR に基づく制裁金としては過去最大。消費者への報告表示が問題になっているとみられ、じゃあおばちゃん何？マッチョマンとかの、あれ、広告とかいっぱい入ってくるのってあれ、おばちゃんそういう系の動画見てるから。おばちゃんムキムキマッチョマンの動画見れてんのバレちゃってんじゃん。嘘。近所のスーパーも行けないわよ。あの人、マッチョマン見てんのよって。噂されるでしょ、いつかバレたら。やれよ。いや、おばちゃんになると楽しみってそんなぐらいしかないんよ。ボディービルダーとかの大会とかも、いっぱい広告入ってきてるのってそういうことなのかしら。おばちゃんもちょっと制裁金貸そうかしら。ケンタ、10回分これ大変ですよ。10回分の。ファミリーパック頼んじゃうんだから。アマゾン、覚悟しなさいよ。それでね、アマゾンって中国に対して、なんかアマゾンが実施していた大量の捏造桜レビュー対策の効果が発揮されて、今なんかね、これ、
なんか牛舎が書いてますよって、レントされてますよとか、偽アカウントでなんかいろいろ得されてますよとか、そういうの弾く、なんか対策をしてるらしいのよ。で、約 30% って、に当たる340個の赤凍結。で、凍結された資金は約22億円に上るっていうか、知ってたやろ。いや、おちなみ言っておりませんよ。今 YouTube 厳しいんでね、知ってたやろ。の話やってる。それで今までうまい飯子ちゃん食べてたでしょ、あなた。今までごちそうさまですだったのに、いきなりちょっと飲みか政府とかに言われて、思い越し上げ出したっていうか、うち関係ありませんよ。でも二次金の話はさすがですね。おばちゃん、そこだけ感心してあげるわよ。よくさ、友達とかでもいるじゃん。え？まゆみって、今付き合ってる彼氏、あれ、まるまるくんなの？あんな素敵な彼氏と付き合って、羨ましいわ、かっこいいすぎよって言っててさ、別れた瞬間、悪い奴だと思ってたのよっていう、女友達と同じですよ。あれ言ってたことで全然違うじゃん。でも、ショックを受けてるから、そんな考える暇ないから。なんていい友達を持ったのかしらって一時期騙されるようなもんよ。そういう子に限って、別れたの？私相談乗ってあげるわよって言って、なんかうまいこと行こうとしてんのよ。そういうこと言うのがいっぱいあるんよ。アマゾンは世界から愛されてる。アマゾンの創業者、ジェフ・ペゾスは宇宙へ旅立った時、地球に帰ってくるなと、17万件の署名が集まるほど、世界中から大人気。なんで帰ってきちゃったの？私を物にしたいなら、もっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。